ボーソレイユは、フランス、プロヴァンスアルプ・コート・ダ・ジュール地域圏、アルプマリティーム圏のコミューン。モナコを見下ろす分水嶺の上に位置する。ボーソレイユの町は、テト・ド・シアンという岩山と、アジュル山に囲まれている。フランス領土内に位置する町であるが、モンテ・カルロと共に一つの都市圏を形成している。植生は、地中海性で、ロンドン・リリーや東大草属の美しい群生地と、いった、 稀な種類も見られる。1904年、ラトゥルビーから分離して、コミューンとなった。新たな街は、モンテカルロ・シュペリュールと呼ばれていたが、モナコからの抗議を受け、ボーソレイユという観光客向けの名のような名称が選ばれた。コミューンの誕生は、タイモナコ国境にあたるラトゥルビー南部の発展と人口増加によって不可欠であった。当時、モナコ、 特にモンテカルロは観光業の発展に著しく、そして周囲のコミューン住民や近接するイタリアから建設業に従事するため多くの移住者が流入していた。初代ボーソレイユ市長でボーソレイユ創設者とも呼ばれるカミー・ユブランはコミューンを象徴する人物であった。モナコの都市化はボーソレイユにも伝播した。街には今も当時の美しい思い出が残っている。 歴史的建造物に分類されるものに、ベルエポック様式のリビエラ宮殿がある。リビエラ宮殿のガラス屋根や、ボーソレーユ市場のようないくつかの建物は、エッフェル計画に現在割り当てられている。コミューンの歴史は、クレマイエールの恐ろしい事件で際立っている。機械系統の事故により、車両が出発点へ向かって降下し始め、数名の死者が出た。 この鉄道は1932年に廃止された。ありがとうございます。